野獣馬ストリート第122弾始まります。おはようございます、笠木正義です。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオ野獣馬ストリート第122弾でございます。ということでですね、前回の野獣馬ストリートではですね、仇討ち特集ということで、いろんな仇討ちね、敵討ちをご紹介しようというふうに思っとったんですが、なんと忠臣蔵のみとね、それも1時間越してまうということでですね、どんな甘い読みしとったんやっちゅう話なんですが、ね、いろいろね、用意しとったんですよ、用意しとったんですよっちゅうのもないけど、あのね、当然忠臣蔵の話とね、これはまあ当然として、他にもですね、あの面白いね、まあ面白いっちゅうたらなんやねんけど、仇討ちのね話を用意しとったんですが、忠臣蔵だけでですね、えらい時間くてもたということで、泣く泣く、まあ要はボツにした、ネタがあったわけですけれども、このねボツにしたネタがね、もうボツにするのには惜しいね、おもろいというふうに思ったネタでございましたのでですね、今回もね、仇討ち特集第2弾ということで、いてまおうというふうに思っておりますので、最後までどうぞごゆっくりとお付き合いくださいね。ということで、ボツにするのはね、あまりにも惜しかったそのネタっちゅうのはなんやというふうに申しますとですね、これまあタイトルつけるならこういうタイトルになるなと思うんですが、夫の仇討ちのために戦車を購入し戦車兵になった女性のお話ということで、どうでしょう、このタイトルだけでインパクトあるでしょ。戦車購入して戦車兵になったとね、それで夫の仇討ちをしたというね、女性のお話をねしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ当然のことながら、この女性日本の方ではございません、この方はロシアの方ですね、まあ旧ソ連かな、ということで、この、すげえ女性のお話をしていきたいと思うんですけど、時は戻りましてですね、1905年と申しますので、まだロシアが帝政時代の頃ですね。ロシア帝政時代っていうのはこれ長かったんですよ。ロマノフ朝が1613年に成立して、1917年のロシア革命で終焉を迎えましたということなので、304年もあったんですね。歴代の皇帝は20人もいらしたということで、まあロシア帝国を支配していた、まあ今も変わらんちゃ変わらんけどね、まあまあまあ言うたら一人がね独裁者が支配してるみたいなもんやけど、まあまあちょっとね当時のロシア帝政の時代とは若干変わってるということではあるんですが、お話としましてはそのあたり、まあロシア帝政が終わった頃のあたりかなのお話ですね。そんな1905年にですね、貧しい農家に今回の主人公、これがね読みにくいんですよ、マリア・オクチャブリスカヤ、もう一回言うよ、マリア・オクチャバリスカヤチャブルスカヤね、もう最後です、もう言いませんよ、マリア・オクチャブリスカヤね、という方で、これね、あの毎回名前呼ぶたんびに噛むと思いますんで、以後彼女というふうに、ご紹介をねさせていただこうかなというふうに思う、まあ、マリアでもええんやけどね、という女性が生まれましたと。1922年にソビエト連邦になったのをきっかけに、多くの貧しい貧しいね、こういう生まれた女性たちがですね、まあまあ、いらしたんですが、この頃になるとまあ教育も受けられるようになってきたんだそうです。まあ貧しいながらに、ソビエト連邦でも教育が受けられるようになってきましたと。そしてこのマリアさんね、彼女はですね、後に市営電話交換局の電話交換手の仕事に就くことができましたと。
いうことなわけですね。まあだからまあでもあれか、知恵っていうことで、まあ社会主義国やったらそういうことかね。まあまあ要はお役所みたいなもんやね、につくことができましたと。さあそして騎馬学校の士官候補生のイリア・ジャドネンコさんっていう方と、まあ、出会われてですね、1925年に晴れて結婚をしましたと。騎馬学校やからまあ乗馬の先生よね。乗馬の先生、今日本で言うたら競馬のね、騎手の学校がまあね騎馬学校になるんでしょうけどね、そこの士官候補生とのイリア・リャドネンコさんとですねお会いになってご結婚をされたということですね。結婚を機に2人は名字を変えることになりますと。そういうことができたんよね。10月革命の10月をロシア語でオクチャブリスカヤと言うんですが、あ、そういうことね。ソビエト連邦への献身の意味を込めて名字をオクチャブリスカヤにしたと。お、読めてるなということね。マリア・オクチャブリスカヤね、読めるようになってきた。はい、ということで、まあ要は10月っていうことなんやね、名字がね。だからまあ日本でも10月と書いて、どうやろうな、トツキさんとかね、カンナさんとかいう方いらっしゃいますよね。だからまあイメージ的にはそんな感じのイメージなんかもしれないですね。はい、で彼女は軍人の妻になったことを誇りに思っていましたと。ね、さまざまな地域の軍の駐屯地に、移住をし、軍人の妻の評議会に参加し、陸軍看護師として訓練を受け、そして戦車の運転の基本を学び、機関銃の射撃をマスターしましたと。すごいことを教えてくれはんやね、これ評議会やから。まあなんかそういうあれなんやろね。軍人の奥さんが、でも誰でもなれたんとちゃうと思うんやけどね。まあそれで看護師としてお仕事をされて始めたんやけど、結局それに合わせて戦車の運転やとか、機関銃の撃ち方なんかもね、まあマスターしたということなわけですね。まあ戦争時代というかそういう時代のお話だなっていう気しますね。そんな中でも夫と2人で比較的平和な日々が続いていましたということですね。さあそして時は1941年6月22日、バルバロッサ作戦が発動しました。これ結構ね有名な作戦ですよね。東ヨーロッパで史上最大の軍事作戦と呼ばれていますということですね。ドイツ軍300万がソ連侵攻に、まあ、行ったわけですね。まあ、ドイツが仕掛けたと。300万人が行ったよね、侵攻したよね。このバルバロッサ作戦なんですが、この日からドイツの解体まで約4年、そしてその間にソ連の2000万の命が失われたと、いうことなわけですね。まあ確かにすごいよね。これはあの史上最大の作戦とはちょっと関係ないのかな。映画でね史上最大の作戦ってありましたけどね、あれは違うな。あれは名前もすぐ出てきてな。史上最大の作戦は何作戦やったっけな、忘れたすみませんね。もうそれやったらいらんことを喋るなっていう話だけど、まあまあそれでですね、このこれはですね1939年に締結された独ソと不可侵条約を破っての侵攻やったということなわけですね。そういう不可侵条約があったのに、まあドイツがそれを破って侵攻しきょったということですね。で彼女は妹や他のソ連将校の家族とともにシベリアのトムスクに避難をしていましたと。しかしながら残念ながらですね1941年8月9日キエフ近郊でそのご主人は亡くなってしまったわけですね。その知らせがトムスク、いわ彼女の住んでた町、ね、に届けられるまでに2年間かかったんだそうです。だから2年間ご主人亡くなったことを知らないんかったんですね。2年の歳月が過ぎていたということですね。まあだからね、こうそんな長い間
待ち続けたのにね、まあご主人帰ってくるようにと祈りながら待ってはったんでしょうけどね、それはまあそういう結果やったということで大変ショックを受けられたんですね。まあ普通ならこれで終わり終わりいうこともないけど、そうなんですが、この彼女マリアさんね、彼女はですね、そこでどれらいことを思ったわけですよ。この愛する夫をドイツが、まあ、要は殺してもたわけですよね。そのドイツに夫の仇討ちをするんやと、敵討ちをするというふうに誓わはったんですよ。すごいでしょね。まあ、普通思えへんよね、そこまで。相手個人ちゃうからね、国やからね。でもこのマリアさんは敵討ちするんやというふうに誓わはったみたいなんですね。で彼女は地元の軍入隊事務所に前線に派遣させてくれというふうに、まあ、届け出を出したそうなんです。何度も私はその軍に入隊してね、前線行ってドイツ兵をむちゃくちゃしたいんやとね、いうふうに要請出しましたけども、それは何度も却下されましたということなんですね。でまあどうもこの却下の理由なんですが、彼女がね結核を患ってたそうなんですよ。まあただね、その結核を患ってたっていうのの何て言うかな、その病状はよく分かりませんね。検査し血液検査したらそれがあったとかいうことをやるのかもしれないんですけど、まあ結核を患ってたということと、彼女の年齢がね36歳ということで、まあ比較的、まあ戦場に出向くには高齢やったということで、まあ入隊を却下され続けていたということなんですね。だから普通ならね、ここでほんまに終わるじゃないですかね。夫をね殺された憎きドイツに敵討ちするんやと、それで、ね、その入隊させてくれと、で前線行って仕返しさせてくれと言うたんやけども、あきまへんとね、もうあんた病気持っとるやろと。でまあそして36って言うたらね、その最前線でも戦う年齢じゃないとね、なんでもそれはもう無理ですと言われてたんですが、この彼女諦めへんのですよ。これがすごいんですよ。でね、ここでこの人すげえことなんですけどね、要はもう軍には入られへんと、正規のルートでは入られへんとなったわけですよ。それでね、彼女がふっと思いつかはった名案、これはねどっちかいうと迷わんの方がね、名案何やったかっていうとね、軍に寄付しようと思いつかはったんですよ。銀に寄付をしようと。さあね、なんで寄付しようと思いつかはったのかということなんですけど、これがね、それはまあ思いつかはったんです。銀に軍に寄付しようと。それでマリアと妹はまあ自分の持ち物をもう家から何からも全部売ってお金に買いはったんですよ。でそして、針仕事なんかでね作品を作って売って、だからまあどんな値段で売れたんか知らんけども、まあそれなりの腕あったとしてもまあ悪いけど知れてるよね。でね、ところがね、もう家も売ったもんやから、それで5万ルーブルも貯めはったらしいんですよね。そしてこのね5万ルーブルを貯めて、そのお金寄付しようというふうに思わはった。ここには実はまた考えてはることあったんですよ。それですげえのが、スターリンに手紙書くんですよ。当時のトップですよに手紙書かるんですね。でその内容はどんな手紙やったかというと、寄付金ね集めましたと。なのでこの寄付金を使って戦車作ってほしいと頼まれたんですよ、スターリンにですよ、ね、この集めた寄付金で戦車作ってくれというふうに手紙を書かったんですね。でね、その当時の最新型戦車 T34 って言うんですが、これがですね、だいたい13万ルーブルやったんだそうです。だからまあ残念ながら半分にも満たないわけですよね。まあだから全然足りひんわけですよ。でね、このね T34 戦車ってちょっと話しかねえ、 T34 戦車っていうのはなかなかねようできた戦車やったようなんですね。それでね、砲塔、砲塔言ったらあのぐりぐり回るところね、人が乗るところ、大砲のついてるところね、これラジオでは説明しにくいね、がね、
あのそこに乗り込むためにハッチが2つついてるんですって、上にね。でこれをね、ハッチを2つ開けたまんま走ってる姿がミッキーマウスによう似てたということから、ドイツ軍、まあ敵やけどね、ドイツ軍からはミッキーマウスというあだ名で呼ばれてたんだそうですね。でそしてそのミッキーマウス、まあまあこれはまあドイツ軍がつけたあだ名やからね、その最新型の T34、 ほんまは13万ルーブルするんやけど、それをねこの寄付金で作ってくださいと。そしてもう一個頼まはったんですよね、もう一個で、そのもう一個頼んだのは、そのできた T34 にファイティングガールフレンドっていう名前をつけてくれと。すごいね、ファイティングガールフレンドっていう名前をつけてほしいというふうに頼まはったんですね。で実はまだもう一個お願いがあったんです。これが重要なんですけど、最後のお願いは、その戦車の操縦士として私を前線に行かしてほしいというふうに頼まはったんですね。これ手紙で名前を言いますと、スターリンに送ってはるんですよ、スターリンに。だから要は、まあ要は私のお金で戦車買うてくれと。ね、これでその戦車の操縦士にさせてくれということなわけですよ。それを当時のトップ、国の責任者に手紙で書いたわけなんですね。ほんでね、このね T34、 僕さっき最新型で戦車やったらしいって言いましたけど、これはね、T34 っていうのはどういう戦車やったかというと、被弾軽視って難しいな、これね、被弾軽視ってね、どういうことかというとね、戦車などの装甲をね、ちょっと傾斜させることによって、その何ていうかな、防御性が上がるんですよ。要は弾当たっても跳ね返りますみたいな、そういう、ちょっとちゃうかもしれないけど、まあそういう被弾軽視っていう、まあ、あの設計みたいなもんも入っててですね、ドイツ軍が当時持ってた37ミリとか50ミリの対戦車砲を結局ね弾いた言うんですよ。これ画期的な、だから戦車なんですよ。そのドイツ軍が持ってるその戦車砲ね、弾が戦車に当たっても弾くというような戦車で、でね、もう一個すごいのは、この T34 が載せてるその砲弾、76ミリ砲なんですよ。76ミリ砲で、まあこれ要は先から言ってくるとね、当時ドイツが37ミリと50ミリでしょ。でその弾弾きます。で自分の撃てる弾っていうのは76ミリ砲もあったわけですよね。だからもうね、ドイツの戦車戦に対してはもうめちゃくちゃ有効なもう戦車、まあやったわけですよ。だからこっちは T34、 こっちはドイツ軍の弾弾いてまうけども、こっちの弾は弾かせませんと。76ミリあんねやからね、弾の直径7センチ6ミリあるってことやからね、これはすごいですよ。でまあこういうことをね、何遍もスターリンに手紙で書いてお願いしはったわけですね。そこでこれがね、これも偶然なのかなんか分からへんやけど、どうもねスターリンはね、その手紙を読んだみたいなんですよ。この彼女からの手紙を読んで、まあどうやろうね、何遍も書いたって言うんで、まあ、何回か読んだうちにしつこいやっちゃなと思いつつも考えはったんでしょうね。でね、この提案、マリアの提案を国防委員会で話したらしいんですよ。こういう要望を出してる、ね、女性がいてると、ね、これをどうするかっていうのを国防委員会に諮ったわけですね。でそこで結局ね、これ多分スターリンが言い出したやろうけど、まあ、要はソ連がこの戦争を続けていくためにはやっぱりね、宣伝広報ね、要はドイツを任せるためにとかね、こうやっぱりいろんな広報活動って必要じゃないですか、ね、まあ日本でいう大本営やないけどね、まあ、日本は勝ってるんだみたいな、まあそういういろんなニュース広報活動っていうのはやっぱり大切やから、このね広報活動にこの彼女はうってつけやというふうにどうも思ったんですよ。でそしてその
国防委員会もそらよろしなとね、すごいやないですかと、夫の仇を討つために私の戦車、私の戦車買うてくれとね、でその買った戦車は私に操縦させてくれと、でなおかつその戦車にファイティングガールフレンドっちゅう名前をつけてくれと言うてると、これはええやないかと思わはったんですよ、うってつけやと。ということで結局この彼女の要望が全部叶えられることになるんですね。これは画期的なことですけども、すごいじゃないですか。そして彼女だから今言うた願い全部叶えられることになってしまったわけですね。そして1943年5月3日、オムスク戦車学校に彼女は入学をするわけですね。でただ通常の兵士よりも長い異例の5ヶ月の訓練を受けて、1943年の9月に訓練を終了して、第2新鋭戦車隊第26新鋭戦車旅団の前は運転手および整備士として配属をされたということなわけですね。もう公式にこれで配属されたわけですよね。まあただあの女性のまあ言うたら戦車操縦士ですからね、当然やじもあったでしょう。でね、これがねちょっと調べたら、その当然のことながら僕ね、彼女はその女性の戦車操縦士としても初めてやと思っとったんですけど、どうもねそうじゃないらしいんですよ。1939年から40年のフィンランドとの冬の戦争の時に少人数ですが女性の戦車操縦士がいたと、これそれねにいたらしいんですよ。だからまあ初めて尽くしっていうことにはならへんかったけど、まあでも言うたら自分の戦車持ってるっていう人は、まあ、全世界でこの彼女しかいてないわけですけどね、男でもいてないわけじゃないですかね。それでまあ通常この戦車っていうのは4人がワンチームで動くんですね。4人で運用されてたんですが、他のまあメンバーね、彼女を除く3人のメンバーはまあプロパガンダの象徴やと、彼女はね、まあそういうまあ宣伝に我々も利用されてんやと、いうふうに思っとったらしいんです。だからまあ何やろな、外れくじ引いたなみたいなね、まあこんなまあお姉ちゃんまあ36歳からお姉ちゃんいるもんないけどね、と一緒になんで俺ら戦車乗らなあかんねんと、だけどまあ国のねプロパガンダやからしゃあないと、まあどうも思って乗っておられたということのようなんですが、まあただ彼女は思いがまあ皆彼女でもたわけですよね。だから彼女の何て言うかな、この心意気っていうのはまあすごいわけですよ。まあなんせね、結局その多額の寄付金集めて、でまあ言うたら買うてもうた戦車なわけですよね。だからまあ言うたら何て言うの、世界の戦車乗り多い中で唯一マイ戦車持ってはったわけですよ、このマリアさんね。そんな人おれんで、マイ戦車持って戦争行った人。まあまあそういうことでですね、この、彼女は本格的にね、配備されたということなわけですが、そして1943年の10月21日、スモレンスク市が彼女のデビュー戦になったということなんですね。ファイティングガールフレンドが最初にドイツ陣営地に刀を開けました。すごいね。機関銃陣地を大砲で次々と投げ倒して、滑り出しは順調でしたということなわけですね。戦闘機って行ったよねきっとね、でどんどんその敵の陣営に入っていったと、ドイツ兵投げ倒したということでね。しかし敵の砲弾が当たり戦車が動かなくなってしまいました。まあこれあれやね、この T34 戦車が最新鋭やったから、敵の弾当たっても動かんようになるレベルで済んだっていうことですよ。普通はもうそれで命確実にアウトやからね。ところがまあ要は戦車が動かなくなりましたと
ね、それで前社長はこの彼女ね、オクチャブリスカヤに待機命令を出したと、ね、待機命令ちょっと待っとけと、ね、言うたんですが、それを無視して戦車から飛び出してですね、激しい戦火の中で故障した油圧システムを見事に修理してみせたんですって。 すごいでしょ、まあ、さっきもちょっと言ったけど、この人ね、普通の人よりも長い5ヶ月戦車隊の勉強をしたと。それで操縦の勉強と、整備士のまあまあをになるのを勉強して、運転手兼整備士として配属されたということやったんで、すごいですよ。油圧システム直してしまったわけですよね。で、この時のことを彼女は喜んでください、奉火の洗礼を受けましたと、マリアは兄弟に手紙を書いていますと。悪党どもをやっつけています、憎しみのあまり光景が見えないことがありますというふうに手紙を出してたと。まあだから、まあ、こう願いが叶ってね、敵討ちを今やってるという心情を兄弟に手紙を書かれていたということなわけですね。で、この時の功績によって彼女はなんと軍曹に昇進。これ後で言いますけど、その後の手柄 が原因で軍曹になったという説もあります。まあ、いずれにしても軍曹にならはったわけですね。で、そしてその時に彼女は仲間からあだ名をつけられた、ね。まあ、今までは所詮プロパガンダやと言うて、まあ、みんなバカには、まあ、せやんバカにしとったやろね、うん、所詮女性やしと、ね、いうことで、まあ、ちょっと煙たがってたのかもしれへんけども、すごい功績を残して軍曹になってしもたわけですよ。なので彼女のことをお母さんと呼ぶようになったということなわけですね。ですので、それをきっかけに仲間とも打ち解け始めていると、打ち解けたということだから、まあ、もうみんながあれやね、ほんまにすごい女性やと、ね、もう男変わらんというふうに思わはったということですね。そしてこの1ヶ月後の11月の17日から18日、ソビエト軍はベラルーシのビチェプスク地方のドイツ軍陣営に攻撃を仕掛けました。夜の奇襲だったそうなんですが、次々と敵陣営を突破していく中で、またしてもドイツ軍の砲弾が当たり、今度は離隊ってね、漢字で見たら分かんない、あれですわあれですわって、離隊はね、カタピラね、あの戦車ってカタピラって、わら、まあもう分かるかね、あのビラ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 でもないけどね、普通のタイヤやなしにキャタピラで動いてるでしょ。あのね、キャタピラがね、破損して動けなくなったらしいんですよね。まあ結局ね、その時もキャタピラが壊れてんのよ。キャタピラが、まあ、まあ壊れ方によるのかもしれんけど、キャタピラが壊れて動けへんようになったのに、この時も味方の援護射撃のもと、この離隊ね、キャタピラを修理して数日後にタイに合流することができましたと。偉い人やね、ほんまに。あのキャタピラなんて直せるんかな。まああのね、大体ね、キャタピラってね、当時特にキャタピラはね、弱いと、まあ、言われてたんですけどね。まあまあそれを直すなどね、きっとね、どえらい活躍ぶりやったわけですよ。そしてまあ先ほど言いましたけど、資料によってはこのね、の戦いの後に軍政に昇進したというふうに書かれているものもあります。まあ、いずれにしても軍曹にならはったことは変わりないということですね。そしてその2ヶ月後、1944年1月17日に今度はレニングラード、ノブゴロド構成の一環として、ビテブスク近くの、シュベーデイ村にも読みにくいなに今度も夜間攻撃に参加しはったということなんですね。で、ファイティングガールはまたもや塹壕やとかね、まあまあ隠れてるとかね、機関銃陣地を突破し、今回は敵戦車も破壊しましたと。すごいねこの人ね、すごい大活躍やったわけですが、またしてもドイツの対戦車砲のが当たってですね、離隊、キャタピラですね、が
破損してですね動けなくなってしまったということなわけですね。だからやっぱりねさっきも言ったけどこの履帯ねキャタピラって当時はね今の日本の戦車とかはちゃうよと違うけど74式とかもね違うけどもやっぱり弱かったよね弱かったんですよね。で彼女はまたね結局戦車から降りてですね激しい火器と銃撃の中でですね自体の、まあ、ケタピラねの修理を始めたそうなんですがまあなんとかまあその修復をしたそうなんですよ。なんとか修復をしたそうなんですが不運にもその後近くにあった地雷が爆発してですねその地雷の破片を浴びて目を損傷してどうも脳にも損傷があるような怪我をして意識を失ってしまったということなんですね。で戦闘後彼女はキエフ近郊にあるソ連軍の野戦病院に移送されその後にスモレンスクの軍の病院に移送されて手術を受けたということなわけですね。そして1944年2月16日には戦いを共にした戦車仲間が見舞いに来てくれたということなわけですけれども残念ながら、まあ、あれはね最初は揶揄してたけどもすごいと、ね、お母さん言うて、まあ、仲間として打ち解けたメンバーが見舞いに来てくれたんですね。ところが激しい頭痛や発熱、まあ、すごい症状やったんでしょうね。でですねまあそのお見舞い相手とねそうお話を交わすことも、できなかったようなんですね。でそしてそんなそこからまあ要はずっと長い間入院をされることになるんですけれどもその長い入院生活中に彼女はですね祖国戦争一等勲章すごいよね勲章一等勲章やねが与えられたそうなんですね。そして医師たちの懸命の努力にもかかわらず奇跡はついに起こらず1944年3月15日にこのマリア・オクチャブリスカヤは息を引き取ったということなわけですね。彼女はスモレンスク市のクレムリン城を壁近くに今埋葬されているんだそうです。そしてこのマリアがお亡くなりになった1944年、ね、同年8月2日にその勇気と英雄的行動を称えてソ連邦英雄の称号が死後に授与されたと、まあ、要は最高勲章みたいなもんやねそれが与えられたということなんですよ。そしてこの戦車ファイティングガールフレンドはですねケーニースベックでの撃破で、まあ、要は撃破されてしまったんですけれどもこのファイティングガールフレンドっていうのは名高い戦車の名前やということで初号要はマリアンが勝ったマイ戦車は潰れてもうたんやけれどもその後複数の戦車にこのファイティングガールフレンドという名前は付けられたということなわけですね。そして1945年の5月8日にドイツは無条件降伏をしたということでこのマリア・オクチャブリスカヤの夫のアダウチはまあ成功したと言えるんでしょうね。まあすごい話だと思いませんかね。ということで夫のアダウチのために戦車を購入して戦車兵になったマリア・オクチャブリスカヤさんのお話でございました。ヤジルストリート。はい、ということでですね、アダウチ特集第2弾の後半戦なんですけどもこれはですね覚えておこうアダウチのルール解説ということでいずれきっとと役に立つでしょうみたいな役立たんかね。あだうち敵討ちのルールのですねご紹介をしていきたいなというふうに思うんですがこれも前回のヤジウマストリートでやるはずやったんですけども飛ばしたとね。ということはあまりにも前回のヤジウマストリートは無謀やったということで ねこの今日言うてるネタを一気にやろうと思ったからね
アホちゃいまっかという話ではあるんですけれども、まあ、あのね、ちょっとだけね、前回の忠臣蔵の時にもお話したんですけど、このね、この仇討ちとかね、敵討ちに関してはですね、まあ、ある一定のルールを守っていれば、まあまあ当然のことながら、罪に問われることはなかったわけですね、江戸時代なんかはね。まあ、そしてね、このね、仇討ちっていうのはね、こう日本人のなんちゅうかな、金銭に触れるっていうの、まあ、うん、あれよ、こうやってること自体は、まあ、多くの場合、まあ、こう仇の命を頂戴するわけやからね、まあ、えげつない行為っちゃえげつない行為ではあるんだけど、あのね、なんかね、日本人の、金銭に触れるっていうのっていうんかね、なんかこうやっぱりね、感動的なニュアンスを与えてまうんですよ。まあ、おそらくね、これはね、前もやじ、忠臣蔵の時にも言うたんやけど、やっぱりね、善悪がわかる、はっきりしてるじゃないですかね。ええもんと悪もんがはっきりしてると。で、ええもんは懲らしめられるとね。まあまあ、懲らしめられるにも程があるやろというね、最後命を多くの場合取られるわけやからね、うん、だけど、まあ、前半でお話ししたね、夫の敵討ちのために戦車買うて戦車兵になったなんちゅうの、すごい話じゃないですか。で、これがね、映画になってんの不思議なぐらいですけど、ただね、前半戦で言えへんかったけど、これ一回ね、このマリア・オグチャブリスカヤって検索してください。フィギュア売ってるんですよ、フィギュアすごいでしょ。でね、どうも名前ど忘れしたんだけど、日本のね、アニメもね、どうもこれヒントにしてるんじゃないかっていう、女性の戦車隊のね、何やったっけな、なんとかタンクやったと思うなっていうね、アニメにもどうも影響してるんじゃないかということなんですけど、まあ、だからやっぱりね、って言っていいかどうかはあれ、まあでもええよね、なんかやっぱり涙出るよね。で、前回も言ったけど、こういうストーリーってね、もう大昔、多くの、まあまあ、要は江戸時代のお話ね、とか、そういう時代の豪時の話やから、多くのね、日本の例えば、まあ、物語作家なんかがね、もう練りに練って話をね、もう泣くように、もう感動するようにって作ってきてるわけやからね、当然面白くもあり泣けるわけなんですけど、まあ、いずれにしてもね、ただ単に敵討ったらっていうのは、人を殺めたら、これはいつの時代でも法律には触れるわけですよ、ね、法律には触れるけども、このね、厳格なルールを必ず守る必要があったということで、こういう方がいらっしゃるんですね。江戸東京博物館名誉館長で歴史学者の竹内誠さんという方が、このね、ルールについて解説されていたものを見つけましたんで、その中からですね、いろいろこのルールに関してご紹介をしていこうと思うんですけども、これはね、まず親族を殺害された被害者、ね、に対して、私刑ね、要は、私刑し、では裁判所じゃなしに自分の判断で復讐をするということが、江戸時代は、まあ、政府公認、じゃ幕府やね、幕府公認の制度として認められていたというわけなんですね。これが要は仇討ち敵討ちの制度やっていうことですね。なんかこの間あれですよね、この死刑ね、私刑ねで言うたら、私人逮捕系の YouTuber なんか、なんか動画で見たけど、敵屋ちゃうわ、チケットをね、転売をしてるところを、なんか無理やり捕まえて何やしてた、あれはちょっとひどいなと思うんだけど、まあ結果的にこの私人逮捕系 YouTuber 自分が逮捕されてましたけどね、まあまあそれはええわまあ、そんなこと言うてるから時間伸びるっちゅうね。まあまあ、そういうことで、江戸時代はその死刑、私刑も認められていたということなわけですね。そして打ち手っていうことは、敵方や罪人を移すとね、移すと、まあ、私刑の執行人っちゅうかな、うん、まあまあ打ち手が、
藩領、藩領っていうのは、まあ、大名が支配している地域はね、江戸時代のことやからね、藩領のものならまずは藩に届け出ると。で、届け出がいるんですよ。何するにも何するにもって表してるもん。だからまず藩に届けに行きますとね、市役所に、私はあいつをこれからいてまおうと思うんですがみたいなことを言いに行くわけですよね。ということで、まあそれでね、理由が幕府によってちゃんとね検証されるんですって。これは仇討ちしてええもんかどうかというのをちゃんと幕府が検証して、そして、これがね、仇討ちが認められると帳付け、帳付けっていう、帳付けって言って帳面に書くいうことだね。帳付けといってですね、情報が記載されて、そこで初めて打ち手、まあ仇討ちする人ね、打ち手は藩を離れても移動して、それ、まあ、要は仇討ちをすることが認められるということになっていたんだそうなんですね。で、仇討ちは、徴用の徴と言いますから、年長者やね、年長者、年長者の間で、まあ、当然守るべき社会的な道徳みたいなこっちゃ徴、ね、徴用の徴があり、子が親の仇を討つなど種に血縁関係がある目上の親族に行われたと。そしてその逆は認められなかったということなんですよ。これどういうことかというと、要はね、その親のために子供が仇を討つ、これは認められるんですよ。さっき言ってみたいに目上、親族の目上の人がやられた時には仇討ちが、これは仇討ちができる。ところがね、その逆で子供のために子供が何かあったと、まあまあ殺められた、そして親が仇討ちをするということはできなかったんですって、ね、あくまで自分より目上の人がやられた時にはできましたということなわけなんですね。で、そして打ち手ね、さっき言ってる打ち手には恨みっこなしっていうのが原則で、あだ人、あだ人ね、あだ、あ、まあ要は悪いことした悪の人ですよ。なの、今度はあだを打たれた側の遺族がこの打ち手に対してあだ打ちをするとね、まあ十敵って言うんですって、重ねる敵って書いてね、十敵や返り討ちにあったあだ打ちの遺族があだ打ちをするとね、いうことは禁止されていた。だから仇討ちの仇討ちはあかんかったという、それはもうだってそれはあれやね、あ、ちゃんと書いてあるわ、仇討ちの連鎖は許されなかったと。それはそうやね、それ言ったら永遠に仇討ち終われへんからね、ということで、それやっぱりうまいこと考えたのは当たり前っちゃ当たり前やけどね。そして仇討ちをして良い場所も決められてたんだそうです。だから閣内、閣内やから城の中やね、城の中なんかでの仇討ちはあかんかったと。そして寺社仏閣などの境内での仇討ちも禁じられていたということですね。ということで、ちゃんと場所も指定されていて、やったあかんところが定められていたということですね。で、またね、本来なら自分の手で打つべき仇がですね、何らかの事情で公権力に捕縛、捕縛って書いてあるな、捕縛やから捕らえられてるっていうことだね。要は公権力に捕らえられ処刑される場合に打ち手が切り手を願い出るということもできたということなんですよ。要は結局どういうことかっていうと、その幕府がもうこういった死刑やとね、死刑やというふうに決めた罪人に、私はそいつに仇討ちたいんですというふうに願い出て、要は仇討ちが認められてたとしたら、要は死刑執行人ができたということなわけですね。すごいね。このことを立ち取りというふうに読んだということなんだそうですね。はい。そしてで、だからこの事前届出制で細かいルールが定められているということなんですね。でね、これね、事前届出制で細かいルールが定められているのは、強盗目的などの殺人で実は親の仇だったというふうに
後で言うよる場合を結局ね防ぐためなんです。やっぱりね当時の幕府もよう考えてるわけで、要は強盗に入って人を殺めてもいやいやいやとお代官様とね、こいつはね親の敵やったんですとね、いうふうに言うたら、なるほどそれはあだうちやったらしゃあないなとね、なることを防ぐために事前届け出せやないとそれは認められない。なので実際の自分のなんていうの、あだを打つべき敵でも届けてなかったらそれは結局人を殺めた罪というのにと結局なったと、まあ当たり前っちゃ当たり前やけどね、ことやったということなんですね。でね、それ以外にもいろいろ調べるとねルールがあることが分かりました。ここではねざっと5個ご紹介したいと思うんですけど、このね仇討ち証明書、こんな仇討ち証明書って言うたかどうか知らんけど、仇討ち、まあ、証明書のニュースで入手で合法的な復讐が可能になると今説明してるっちゃね、これえげつない書き方やな。公的に認められた殺人であることを証明するため、また他犯ね、スムーズに移動するために仇討ちに許可証が必要となりますと、ね、そして評議は勘定奉行、寺社奉行、町奉行の3奉行で行い、認められれば公儀未調、公儀未調っていうのはそういうさっきあれやね帳面に書かれるって言ってたやつやね、犯罪者や、罰などやあとね場所を記録した奉行所の帳面に帳付けいうやつやね、さっき言ってたねに書かれると。でそれで仇討ちが打てるようになると。そしてねこれなるほどなと思ったんやけど、仇討ち後は一旦捕獲だから捕まるんですって。要はまあ人を殺めてるわけだから一旦捕まりますと。でそれで捕まった後にその帳付けで奉行所が見張るわけですよ、届け出があったかどうか、ね、で確かに届け出があったとなれば無罪放免になった。なんかシステマチックやな、ようできてるな、ね、っていうのがこうルールやったということなんですね、はい。そして2番目、助立ちが、女子供の代わりに仇を打つことができた。助立ちってよう言うやね、助立ちに入りますなんていうね、これね打ち手が女性や子供で仇を打つことが難しい場合には他者の力を借りることが認められていたっていうことなんですね。そして助立ちも藩や奉行所へ許可を求める際に、申請が必要だったと。だから結局この仇討ちの申請を私出しましたとね、出しましたけど自分は女性ですとかね、僕まだちっこいんですと言った場合は、なので助立ちをこの人に頼みますということで、で私は確かに助立ちを申し使いましたということで届け出をしたら代わりに仇を打つことができたということなわけですね、はい。で3番目、女敵討ちは不名誉な仇討ちだったと。これどういうことかというと、妻が寝取られた際、まあ、寝取られたっちゅうのね、これNTR っちゃったねもうちょっと分からんけどね、寝取られた際に貫通相手と妻を撃つことを女敵討ちというふうに言うたんやそうです。で貫通が発覚した際の女敵討ちは武士にとっての義務やったそうなんですね。これはもう義務として、まあ要は成敗せないかんとなっとった、まあ妻と貫通した妻と相手ねはもう義務としてやらなあかんかったんだけれども、非常にこれは不名誉なことやったということで、これを公表する人はいなかったということなんだそうです。これは恥ずかしいことで、まあそう気持ちはわかるわな、それは確かにあまり人に言いたないよね、はい。ということで、4番目はですね、5歳打ちで、女の無念を晴らすということなんですが、これはどういうことかと言いますと、夫が妻を離縁して1ヶ月以内に5歳を迎えた時に前妻が予告した上で5歳の家を複数の仲間と共に襲い、
家財を破壊するもの、こんなんしてよかったんかいな、めちゃくちゃやな。前妻の顔を立てるために行われていた儀礼的な風習なんですって。怖っ。だからまあ当時は離婚もままならんということだね。前妻が御妻のことを仕返ししていいということですからね、はい。で5番目、差し腹を迫られれば断れない。さあどういうことでしょう。敵を指名して腹を切り、相手に切腹を迫る復讐方法なんだそうですね。だから指名して腹切れとね、要はこちらから行ってね、まあ、あの当時の武士で言うと順番あるじゃないですか。首切られるのが一番、まあ、なんていうかな、武士としては、恥ずかしい、ね、命の取られ方やと。せめて腹を切るというのが、まあ、美徳とされてたわけですね。なので復讐、まあ、その仇討ちにもその首切りに行くと、こっちから切るということだけじゃなしに、こうね、そうとも言わんからね、自分で腹切れという方法が認められてたらしいんですね。でそして指名された側が切腹を拒むのは武士の恥とされたということなんですよ。すごいね。ね、仇討ち奥深いでしょうね。まあということでですね、このね、仇討ちをするからにはその憎んでるから単に復讐をすりゃええというもんじゃ全くなかったということなわけですね。あのさっきね説明した5つの中にはね、ちょっと違うね、うん、そのまあ何て言うかな、当時の武士とかの、まあ、メンツやねを立てる方法での仇討ちっていうのもあったっていうのはご紹介しましたけれども、いずれにしてもちゃんと届け出をせなあかんということやったということですね。でこれがね、あの手続きもすぐ終わると思ったら大きな間違いなんですよ。幕府も忙しいね、いろんなことがあってね、今日もって、はい分かりました、ハンコパーン押してね、はい今日どうぞ行ってくださいっちゃうわけにはいけんわけですよ。なのでね、開始するまでにこれ意外と手間暇がかかってですね、ね、でそれから今ちゃんと手続きをせんとやったらあかんわけですよね。それでこの敵をね探すたびに、こういうなんかあれやね、時代劇見たことあるわ。ね、アダを探す旅に出るみたいなね、ありましたよね。でアダを、敵をね探す旅先のですね、大名の城下町で敵を見つけたら、これね、いきなりアダ討ちを開始するのは得策じゃなかったと言うんですね。まずは藩の役所に訴えると、そして敵の身柄を拘束してくれるんですって。拘束してもろて仇討ちの場所を設営してもらって仇が討てるというメリットがあったそうなんですよ。だから町であいつを宝屋でバサーって行くのも、まあ、あのちゃんと届けてたらいけたんかもしれへんやけど、これをねちゃんとそこを見つけたね、藩の役所に届け出たら、ね、代わりに捕まえてくれて、ね、で分かったと、ね、ちゃんとお前届け出とるなと、だからちゃんと場所も作ったるからここでやりなさいと、ね、いう風にしてくれた。だからこれサムネにも使っていくけど、あの白装束にね身を包んで仇討ちをするみたいな時代劇があるじゃないですか。あれはこういうパターンやね。ちなみに身なりを整えられるということやね。だから街でいきなりやったら、まあそれで以外のね、そこでも構えへんちゃ構えへんだけど、ただそれやってまうと自分も一回捕まるしね。で後でまあ、あの届け出たら、まあ無罪放免にはなるものの、うん、でそういうメリットがあったということですよね。でまたね、この仇討ちを全うするために10年から20年かかるのは普通やったらしいんですよ。でね、中には53年かかってようやく仇討ちができた人もいたと。すごいな、53年ですよ。できてね、まあ53年間こう何ちゅうの、仇討ち仇討ち仇討ちと思っとったらもうちょっとしんどいよね、逆にね。まあそれだけで壮絶な人生やろうなという気もしますけれども、それでもね、仇討ちができたらいい方やったということなんですね。結局仇討ち届け出て、仇討ところは結局仇を探せずに命尽きる人も少なくなかったと
ということなんだそうですね。そしてこんな話があるんですよ。明治6年と言いますんで、1783年に大乗関布告ね、により指定厳禁されたことで、これまで称賛されてきたのに、この仇討ちっていうのはもうあかんということになるわけですね。翻すかのように、貢献を犯すと、扱われたわけですね。この仇討ちね、あかんと、明治6年にね、仇討ちあかんと。でその後なのに、7年後の明治13年に福岡県の士族やから英氏やね、士族の臼井六郎は父母の仇として東京上等裁判所判事の、すげえな、の、一ノ瀬直久を仇討ちしてしまったと。これ多分届け出してへんかったはずやね、こんなね。普通ならば、まあ要はもう仇討ちはやったあかんという法律で決まってるわけやから、まあ下手したら死刑やね。なのにこの臼井六郎は幸いなことに元武士やったということが考慮されて死刑免れたんですって。で終身刑になったとね。ところがその終身刑もう9年で釈放されたということやったそうですね。これは、まあ、まだ江戸時代の名残を受け取ったっちゅうこっちゃね。これ明治13年よ、ね、だからまさにこの武士という身分が、まあ、よっぽどすごかったから、こそね、こういうことが認められた人もいてるということですね。まあだからこの仇討ちの機会に恵まれたとしてもね、返り討ちに遭う可能性もあるんですね。要はあの恨みっこなしやから、仇討ちしに行ったつもりが自分がやられても何も言われへんというわけですよね。返り討ちって言うでしょ。でこれはさっき言うたけど恨みっこなし、ね、仇討ちは恨みっこなしだということなわけですからね。まあだから当時は仇討ちっていうのはもうまさに自分の命をかけてやるもんやったということなわけですね。うん、ルールどうでしょう、 ご理解いただけましたでしょうかね。ぜひ今後の役に、ね、立ってほしいと思うんですけどね。まあ役にもういや市役所届けててもあかんよ今はね。はい、ということで仇討ち特集の第2弾の後半戦はですね、覚えておこう仇討ちのルール解説でございました。ヤジマストリート、はい、ということで野獣マストリート122弾はいかがでございましたでしょうか。こんなニュースがありました。アメリカの歌手テイラー・スウィフトさん33歳が11月17日にブラジルリオデジャネイロで行った公演で、女性ファンが熱中症が原因とみられる心臓発作で亡くなったことを受け、ブラジルの警察が公演を運営するタイム・フォー・ファン社に対して捜査を行うことになったとアメリカの NBC ニュースが報じました。スウィフトさんは同地で3回公演をスタートさせた17日に事故が発生、記録的な熱波の影響で会場内の体感温度は60度近くに達していたと伝えられています。60度やで、むちゃくちゃやな。報道によると、猛暑にかかわらず会場の外で並ぶファンから水の配布はなく、会場内で販売されるボトルの水の値段は高価で売り込むほとんど来なかったという。またスタジアム内へのペットボトルの入った飲料水の持ち込みも禁止されていた。お金儲けしたかったやな。しており体調不良を訴えるファンが続出、女性も体調不良を訴えて倒れ、その場で手当てを受けた後病院に運ばれたものの帰らぬ人となったと。リオデジャネイロ市警察の報道では、死亡した23歳の女性を含む公演参加者の生命と健康を危険にさらした犯罪で捜査を開始したというふうに述べているということなんですね。運営会社から聞き取りを行い、事実関係を調査することになっているということなんですが、この公演でね、他のニュース見ると1000人がこの暑さで倒れたということやから、尋常な暑さじゃなかったわけですよね。さっきも言うたけど体感温度60度ですよ、ね、これはもう
60度の風呂入れませんよ。悪いけどこれはダチョウクラブさんにも無理やね。ねえ、まあただね、これ今のブラジル季節的にはね、真夏じゃないんですよ。春に当たるそうなんですけどね。やっぱこれ今流行りの異常気象が重なったということなんでしょうね。まあ世界中でいろんな事件が起きてるなというふうに感じた今日この頃でございます。ということで、ただ今バックに流れておりますのはヤジウマストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でお届けをいたしております。本日も集まる動物の森スタジオからお届けをいたしました。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで、本日もお聞きをいただきまして誠にありがとうございました。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオヤジウマストリート、次回第123弾でお耳にかかります。それではさようなら。夏の日も今は幻か、知らぬ間に離れ離れになって、ふと寂しくもう一度会いたいな。元気だった君のあの笑顔、頭をよぎってゆく。誰かに伝えたいんだこの気持ちを。ふと寂しく涙がこぼれた。心が今少年の夏の日を鮮やかに映し出す。誰かに